こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、コメントを読んでみたシリーズを久々にやってみようかと思います。まあ、とはいってもね、たまにやってるんですけども、今回はですね、私の動画に対して、まあ、こういうふうなコメントが寄せられましたんで、そのコメントをね、私がどういうふうに第一次情報として読み取っているのかってことを、この私の思考の中をね、声に出してお話ししようかと思います。で、これはコメントを書いた人をなんかね、個人攻撃したりとか反論したりとかするってことじゃなくて、こういうふうに感じた結果、私がどのように行動するかってことは、これからね、時間をかけて熟成させていきます。まあ、ですので同調する部分もあれば、このコメントを書いたから学ばせていただく部分もあったりとかして、1週間後とか2週間後には私の考えも変わっている可能性が非常に高いわけですよね。まあ、そういうことなんですけども、コメントを読んだその初日、その瞬間どう感じたこと、どう感じたかってことを今回ね、お話しさせていただきますんで、このコメントを書いた方へのね、賛否両論はちょっとね、なしでお願いします。この方もね、本当やむにやまれず私の方に問いかけてくださったと思いますんで、私の問題として今回はこの動画にさせていただきます。それでは画面を切り替えますね。はい、広島出身ですが、原爆落とされたから次は絶対落とせない、核武装擁護派ですということで、同じ広島ですよね。はい、原爆落とされて平和を願い、核を放棄する町広島というクリーンそうなイメージで日本国の国防を危うくする共産主義者、地上派メディア、学者、教育の嘘に騙されませんということですけども、こういう、なんですかね、共産主義者も今となってはいろいろありましてですね、共産主義という名がついてますけども、思想は多岐にわたるんですよね。まあ、ですので地上派メディアもたくさんありますんで、一律報道ではないんですよね。まあ、ですので、間違ったことを言っているメディアもあります。で、間違いとは思えないようなことを言っているメディアもあります。結局私たちがどのメディアを見ているかによって、自分の正しいと思っていることと一致していれば、さすがメディアはいいよねっていうふうな感想になるし、自分の考えと一致してなければ何でもかんでもこれは嘘だっていうふうな論調にもなるかもしれませんし、そういうところもあるんですよね。どのメディアを見てるのかってこと、あとね、究極テレビって時代遅れなんで、テレビを見る必要はないんですよね。テレビっていうのはこちらからの反応ができないんですよ。でもインターネットによって自分の好きな情報を取れるようになった、そういう時代になりました。ということは、自分の考えとイコールな情報ばかりを取ることもできますし、自分に本当に学びになるような情報を取りに行くこともできます。要するに情報を受ける一方の人と、それから情報を取りに行ける人との差がすごく出てるんですね。これがインターネットデバイスデバイド、インターネットデバイドっていうんですけども、完全にですね、テレビを見る世代といったら、テレビ、新聞、雑誌というふうなね、誰かがもうね、加工した情報を見る人と、そうではなくて無数の意見の中から自分の思考を作り上げられるインターネットデバイドのね、この思想が出てきてるのかなというところでございますね。で、日本が核武装に間に合っていたら、アメリカは原爆を落とさなかったのが現実ですとありますけど、現実っていうのは1個しかないんですよ。それは私たちの住んでる時間軸です。まあ、ですので日本が核武装に間に合っていたらという現実はまだ来てないんですよね。それからアメリカは原爆を落とさなかったのはどうかなと思いますよ。アメリカは原爆をね、なんで落とせたかっていうと、高射砲で爆撃機が撃墜できなかったっていうことと、エノラ・ゲイが日本の防空に関わらず広島上空に悠々と来れたからなんですよ。まあ、ですので日本の防空体制がしっかりとできていたら、核兵器があろうがなかろうが撃墜されて原爆投下は実現しなかったってことになるのかなと思うんですよ。まあ、そういうことなんじゃないかなと思うんですけどね。あと日本の絶対国防権が侵略されたってこともありますよね。でエノラゲイも航続距離っていうのがありますから、とてもアメリカ本土から飛んでこれないんですよね。まあ、ですので近くのね、サイパン島だったかどうか忘れましたけども、あそこから飛んできてるんですよ。ですからああいうところを陥落させなければ、日本軍が、まあ、原爆は落ちることがなかったっていうふうな非常に戦略的な話になってくるんで、日本が核武装に間に合っていても防空システムがなければ、それは原爆はいかれても落ちたんではないかなっていうのがね、私の想像なんですよ。もちろんね、この方が言われていることが違うよってことじゃなくて、私との考え方がここでちょっと齟齬が出てるかなってことですよね。まあ、でもね、違った見識の中から学ぶことがありますんで、書いていただいてありがとうございます。で、チャイナの原爆搭載ミサイルは今現在進行形、いつも日本に向いています。常識的で感情に流されるのが日本人の欠点でもあります。
どうなんですかね、日本人もたくさんの方がいますんで、情緒的で感情に流される方ばかりではないと思うんですよね。今となってはどちらがドライな方とかね、割り切った方とかね、効率をまとめる方とか生産性ばかりを語る方の方が実は多いんじゃないかなと思いますよね。要するに自分の得にならないことはやらないよとかね、ギブアンドテイクだよとかね、ウィンウィンだよっていう方は全員ですよね。これ情緒的でも何でもない人ですよ。計算高い人ですよね。だからいろんな人がいるのかなと思います。そしてですね、中国が、そして北朝鮮がね、核ミサイルを持とうが持つ前が日本っていうのはね、どういう状況なのかってことをここで考えてみたいなと思うんですよ。それはですね、50基を超える原発があるってことです。福島の原発がボーンとねメルトダウンしただけで日本中にものすごいインパクトがあって、それからこれからね50年にもわたるようなその負債をこの国っていうのは証拠となったんですよ。何を意味するかっていうと、もうね日本を攻めるのに核ミサイルはいらないんですよ。通常兵器で十分なんですよ。普通のミサイルなりが日本に飛んできて原発を1機2機ボーンとやると日本はそれで終わりなんですよ。ですから核ミサイルはもう日本を攻めるときにいらないということが言えますんでね。ですので私が思うのは、中国が原爆搭載ミサイルを日本に向けていなくても全然日本は脅威から逃れられていないということなんですよね。通常兵器で十分なんですよね。だから日本を陥落するのにコストはものすごく安いってことですよね。核ミサイルいらないんですよね。私はそういうふうに考えるんですよ。で、他国は冷徹です。軍事、食料、エネルギーについて、他国は自国で全て賄おうと必死です。決して手放しません。これはね、2つの考え方があって、そうだなって言えるのと、あとはね、こう食料、エネルギーをものすごく高値で釣り上げて日本に売りつけるっていう方法もあるんで、日本はお金いっぱい持ってきますからね。まあ、ですんで、もしかしたら手放さないんじゃなくてものすごく高値で売るというね、これね、輸入インフレっていう考え方なんですけども、輸入品の価格がどん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 高騰していくってことを私たちはもしかしたらこれから体験するかもしれませんね。ひとところ中国ではね、食糧難になってますけども、中国国民が死んでもいいから飢えてもいいから食料は中国国民に食わすんじゃなくて海外に売って儲けようみたいなね、そんな考え方をね、レポートで読んだこともありますんで、そういうことをやるとすごいなと思いますね。中国が国民を食わせるんじゃなくて、もう商売のネタとして国民が飢えてもいいから全部金に換えるみたいな、ね、外貨を取ってくるみたいな、ね、考え方もあるんで、決して手放さないかどうかはちょっと分かんないね。私は分かんないですね。日本は軍事なし、食料自給率4割、エネルギーほぼなしです。これもね、ちょっと間違いがあるかもしれません。日本はね、エネルギーあるんですよ。ありますよ。先ほど申し上げました、原発が稼働している限りエネルギー問題においてね、枯渇することはないんですよ。あとはね、石炭の採掘やめましたけども、石炭がもう一回ね、必要になる時代が来るかもしれません。賄えるんですよ。あとはまだはね、採掘されてないエネルギー資源ですけども、日本の海域にはね、ものすごいね、海洋資源が眠ってるんですよ。ただ今輸入した方がガソリンとかがね、石油が安いんでやってないんですよ。ですので輸入がストップしても今回は大丈夫なんですよ。採掘を進めればいいんですよね。ということを私は考えてますけども、間違いかもしれません、すいません。で、コロナで世界中は混乱、世界恐慌、失業者急増、食糧難、戦争紛争、エネルギー高騰不足が予想されます。これは私も予測しているところなんですけども、予測してるんですけどね、対策はそれぞれにあるんですよね。まあ、ちょっと話が長くなりますので、ここではお話ししないようにしておきましょう。自国の混乱から目をそらすため他国をアタックしてくるやたらがいますよね。どさくさに紛れ尖閣諸島に、民兵を送り込んでくる宣言していますよね。これ8月16日のことですよね。昨日河野防衛大臣の力強い発言のおかげで鳴りを潜めるような気がします。これはちょっと見守っていかないといけないですよね。で、軍隊ないのにどう守りますかってことですけども、日本はね、自衛隊ってものがあって、実はね、自衛隊の強度ってのは世界でナンバーファイブね、ですから決して引け目を取っていないんですよ。世界の中でもかなりのね、強さを持っているということです。中国とももしかしたら対峙できるかもしれないというところでございます。それから日本には強固な同盟がありますんで、当てにはできないんですけどね、日本単独で戦う場面になるってことはまあないです。これはポンペオ司令官でしたかね、アメリカの日本方面の司令官の方も言ってくださいましたけども、日本が戦う限り我々は軍人としての職務を全うすると。要するに日本が、ね、中国だと思いますけども、中国と戦うときは我々も加勢するぜって言ってくれてるんですよね。それから台湾の軍隊も中国に対しての軍事、衝突をね、もう覚悟して蔡総統をはじめ、もう徹底抗戦の構えでございます。はい。で、あとね、もうちょっと問題があるんですけども、軍隊が仮にあったらね、これ今ね、コメント書いてくださった方に聞きたいんですけども、軍隊があったとして安心なのかなってことなんですよ。その軍隊には私たちや
私たちの家族じゃない人がその軍隊に入ってるわけですよ、自衛隊にね。その20代30代の若い将来あるその自衛隊員さんも家族がいるわけですよ、夢があるんですよ。そういう方を日本の国防に当てて平気なのかなってことなんですよ。私はできればね、自衛隊員の方にも戦場に行ってほしくないですね、うん、本当抑止力っていうもので終わってほしいなと思います。そういう意味ではもっともっと武装強化して日本に手を出したら危ないぞっていうふうに思わせるぐらいのものをして、結局戦争せずに終わるっていうのが一番かなと思うんですけどね。どうですかね。で、南シナ海は香港はどうなりました、南シナ海は中東からのエネルギーの通りですと、書いてますね。ありがとうございます。他国は食料輸出をすでにストップしている国もあります、これは昔からあるんですよ。輸出をしてない国もあれば、輸出をこの度加速している国もあります。ちょっとこれも長くなりますんでね、その一言だけにとどめさせていただきます。日本はどうするんですか。いつまでも GHQ の作った日教祖メディアに洗脳されたままのお花畑はいられません。まあそういう方はいないと思いますよ。例えば今回コメントを書いてくださった方だって、まあ言ってみれば名もない人なんですよ。名もない人でもこういう記事が書けるってことは、別にね、日教祖の言いなりになったりとか GHQ の作ったなんとかかんとかっていう風になってないってことなんですよ。日本国民のほとんどは別にね、何かに縛られてるわけじゃなくて、自由な発想といろんな考え方をもとに生きてるんですよね。それこそね、普通の人でもそういうふうに思ってるわけなんですよ。ですんで、日本国民全員がもう洗脳されていて、自分だけが特別なことを知ってるってことではないのかなっていうふうに私は考えてるんですよね。それから最後ですね、戦後75年、金儲けしか考えてこなかったツケを次世代に回すつもりなのでしょうかってことは、これはね、このコメントを書いた人も言いたいんですよ。あなたは次世代にどんなツケを残したんですか。そして、そのツケをね、どういうふうに今ね、払おうとしてるんですかってことなんですよ。自分は綺麗なまんまで、他の人が余計なことをしている、他の人がツケを回しているということじゃなくて、私たちは、言ってみれば民主国家ですから、運命共同体なわけなんですよね。いいことも悪いことも、次世代に何を残すかも、誰一人責任を逃れられません。それは政治に関わった方、選挙に行った方、行かなかった方、お金を稼いだ方、稼がなかった方、全部一緒です。全員が、自分は何にも責任がないけども、他の人が妙なことをやったんで、そうなっちゃったっていう論法は成り立たないんですよ。こういうふうなね、素晴らしい今回コメントをいただきました。私もいろんなことを考えました。一つ学びになったこともあります。本当にね、ありがとうございます、そういう面ではね。ただ、このコメントを書いたってことは、このコメントを書いた人にも行動がやっぱり求められるんですよ。で、何をするんですかってことなんですよね。私もコメントを読みました。読んでいろいろ考えたんで、私もね、これから何をするかってことが求められてます。私は一つあります。それはですね、情報発信によっていろんな人にいろんなことを気づいてもらうってことは私はできるんですよ。チャンネル登録1万人を超えた YouTube を持ってるのもそのためなんですよ。まだまだ貧弱ですけども、でもチャンネル登録が100人の方よりは発信力は100倍あるわけですよね。まあ、ですんで、これからもね、いろんな問題考えて、間違いやね、お叱りもあるかもしれませんけども、それでもですね、私の多少なる影響力を持ってですね、いろんな人にそうかもしれないって気づいていただくと。そして、もしかしたらこの久保さんのね、隠居 TV の動画にコメントを書いたら、少なくともこの久保さんは読むだろう、他の久保さんの視聴者さんは読むだろう、だから自分が自分の YouTube でもしくは自分のブログで書くよりも影響力がある人のところにコメント書いちゃおうっていうふうに思っていただけるような、そんなね、これからもチャンネルにしていこうかと思っております。本当にコメント書いていただきましてありがとうございました。本当コメントこれ一つとってもね、私自分のこととして捉えるといろんなことをね考えます。必ずしもこのコメント書いた人に対して何かね、この反論してるわけではありません。ただね、ただ一点だけ言えるのは、このコメントを書いたってことはすごくね、こう意識も高くて行動力のある人だと思うんですよ。ですので、このコメントを書いた人の言論、これがですね、次のアクションに続くように、私もこの方にね、何らかの行動を期待するところでございます。これだけの意識を持っている方なんで、何かできると思うんですよ。ぜひね、次の世代にツケを残さないように、そして自分自身は戦争が起きても現場には行かないと思いますよ。戦場には行かないと思いますけども、だったらどうするってことをね、一緒に考えていきませんか。私も47歳ですから、召集令状がもしね、復活しても、私は多分、ね、呼ばれないと思うんですよ。もちろん戦場に行く勇気はありますし、体力もあると思いますけども、それでも軍隊の規律を乱してね、私の方がいらないって言われると思うんですよ。まあ、そう考えると、もう私も無力でございます。私が20代、30代だったら国防のためにね、一肌脱ぐかもしれませんけども、こういう状況でしたらもうね、向こうがお呼びでないと思いますんで、私は別の方法でこの国を守る、そしてやっぱり
脅威に向かって立ち向かうってことをやっていきたいなと思うばかりでございます。本当にありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。